なんか、この枕、完全に一体化したね。気持ちよさそうに見えるんだけど。寝てるときは本当に楽ちんそうだよね。うん。ちょっとね、歩くときに引っかかると、あ、いけないって思っちゃうみたいでね。ルートがなかなか難しいけど。それと、まあ、大丈夫とは思うんですけど、一日に一回吐いてます。麻酔の影響とかではなくて、やっぱこれかなーってちょっと思ったりしているんですけれども、食べた後にですね、ちょっとやっぱりこう圧迫してるので、つい吐いちゃうのかなと思います。1日1回のペースですね。今日吐かなかったらまあ、OK かな。昨日2回じゃない？私が。あ、そうだ。昨日2回だね。ただ、ちょっと量が多いから心配とは思うけど、うん。それする前の、手術する前の、ジャン君がご飯食べると吐いていい。まあね。うん。ただ、1日に1回とか2回のペースではなくて、数日に1回とかだった気がするんだけど。まあ、この辺も様子見てね。体力が減退しているとか、そういう感じはないです。ちゃんと、活動的にしてるし、甘えるし、その辺は大丈夫ですね。あと、まあ、傷口も、未だにね、どこを傷口っていうくらい、こう、よく、発見できないんですけども、まあ、傷口を開かせるような舐め方っていうのはしてないと思うので、順調は順調だと思います。ちょっとで、ね、吐くのだけが、気になってますけど、ただね、吐いたやつが、僕が回収したのは、ものすごい量だったのね。ドカ食いしたなっていう感じの量だったので、まあそのせいじゃないかなとは思います。私でも量多かったんだけど、あ、そう。すごく多かったんだけど、でも、ジャン君ってお水を一緒にいっぱい飲むので、うん、それでこういっぱい膨らんじゃってね。だからちょっと水っぽい。うん、で、カリカリも入ってるから、ちょっと色が黄色い感じ。そうなのかな？カリカリの色なのかな？はい。まあ。今はぐっすり寝ています。はい、ジャン君おいで。あれ、そこで襟巻きトカゲになってる人は誰ですか？ジャン君だよ。エリザベスカラーだよ。襟巻きカラーかい。襟巻きトカゲよりかわいいでしょ。久しぶりにジャン君とポンちゃんがちょっと絡んでるね。あら、ちょっと舐めてあげただけで終わるのね。そう、なんか病院から帰ってきてからはなんか毛づくろいちょっとしてあげるだけなんだよね。遠慮してるね。そうだね。ポンちゃん偉いね。うん、偉い偉い。本当偉いね。弱ってる信号が出てるんだろうね、きっと ね。それか、変な襟巻きしてるって思ってるんだろうね。でもちょっと毛づくろいしてあげてるからね。うん。普通だったらジャン君の上に乗っかって寝るのにね。ねえ。あ、また毛づくろってあげます。偉いね、ポンちゃん。背中はジャン君できないからね、してあげてね。いや、優しい。本当だね。あ、スリッとしてる。お、シュリシュリしてる。久しぶりにシュリシュリっと。本当は甘えたかったんだね。やっぱちょっと、なんか悪いかなとかって思ってたのかな。うん、なんか様子が違うのはわかるんだろうね。うん、それと襟巻きしてるからね。うん、でちょっとジャン君が少し普通になってきたからさ、うん、
そろそろ巻いてもいいのかなって思ったのかな。すいませんね、土曜日までこの襟巻き取れません。よろしくね。かわいい。やっぱ二人でくっついてるのはかわいいね。ジャン君のケツでしたって遊んでます。ジャン君、ジャン君遊ばれたの？ジャン君早く襟巻き取りたいね、うん、今日は火曜日なので水木金までね。よいしょ。ジャン君なんか迷惑なんですけどってなってるよね。